姉さんいる？まだモニカよ。そう、またちょっと電話借りるわ。遠慮ってことも考えるものよ。でも会いたいんですもの。あんたも随分達者になったわね。いろいろ押し込みを受けまして。じゃありませんか。そんなお方が小春のような赤ん坊芸者に器を貸しているなんて。これだけ気合のある人間にしてくれたのはみんな小春のおかげです。僕は誰が迎えに来ると小春を話すことはできません。